今日はあの季節の変わり目であいにくの天気ではありますが、4人です。今日は高野勲氏がいませんね。おりません。今日は一体どんなお店でしょう。あれ、もう勲氏来てるじゃないですか。おはようございます。おはようございます。顔色悪いな飲みすぎじゃないですかね、これお、ここにまたあるじゃないですか、例のレコーディングとライブというわけで、じゃあ見ていきましょうか。一応上のレコーディングを、うん、おなじみのスタジオですよ。負けたやつはだから飯自分で決められない。そう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 。っていうそ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 う。例のほらなんだっけ。あのアワビがよね。いやこれもあれですよ。そう両方使ってダメ。両手はダメ。これでも結構長いことやったやつ。1時間ぐらいやってた。1時間ぐらい。多分お店の人もそれを当て込んでるんじゃないかなと。例えば佐々木さんの中屋とかカウンターで隙間にどんどん人を入れていってさ、回しやすい。その多分ね。何の話や。仕事してるとは思わない。まあある意味仕事してるように見えるな。見えるね。あ、そういう職人がしたね。リバーブ効くんや。うん。あ、うん。レコーディングって一体何をしているんでしょうね。もっといいのあってんけどね、こう失敗してごめんみたいな。真面目なシーンが映ってたね。じゃあもう一枚の方見てみましょうか。ライブ。ございます。え、なんですか。え？消すこともできますので。ツイッターの T にも見える、ね。S や。いいんじゃない。S？ これ。J やろ。やろそこが S やね。うまい。これ多分薄いわけないよ。わかんない。味覚崩壊や。味覚も顎も崩壊する。肉まん兄弟ですよ。肉まん兄弟。アウティ。なんかさ、顔は地味だよね、ライブ。むちゃくちゃ言うよな。亀井さん、昨日何してたんですか。え？昨日何してたんですか。昨日？はい。どこから来た人なの。何やってたんですか、家で。何にもしてない。何やこれ。あれや、あのシックスパック2パックダンスなんかありましたね。だから中華帽かぶんなかったの。いやおお、唐突ですが、あー、なるほど。キキビール大会が、はい、をやろうと。目の前に15種類のめっちゃ並んでるやん。これですね。ちょっと灰皿。でも飲まなくてもいいですよ。あ、こんなもんでいいや。ああ軽い。よし。あ、違う。お願いします。はい。さっき飲んだのはレーベンフロイです。おお、なるほど。さっき飲んだのはバドです。バドワイザーの特徴的ですけどね。いや、これはね、間違いない。アイネケンです。アイネケンもついに正解が来る。
レベルもうめっちゃ語るから俺絶対そうなんかと思ってたやん。合ってるやん。